この動画は過去動画にボイスピークによる吹き替えを追加した動画です。お聞き苦しい部分が含まれていますが、制作当時のセリフをそのまま吹き替えました。どうも、アキコです。イエローオーラです。今日の動画、始まるよ。アキコがどうやって動いているか知りたいか？知りたい。そうか、ならアキコが動けるようになるまでは見よう。今回で動画投稿30本目だからちょうどいいね。それではまずアキコが出来上がったところから説明しよう。まずアキコは Vloid Studio で作った。これの静止画撮影機能で今までの動画はやってきた。しかしアニメーションまではできなかった。だからなんとかならないか探した結果、あかねちゃんだ。あかねちゃんは関係ないよ。見つかったのは VRM に PMX コンバーターだ。これを使って VRM 形式だったアキコを PMX 形式にするんだ。左のボタンを押して VRM のアキコを読み込ませると取り込んだアキコの顔に変わる。そうしたら右のボタンを押して PMX に変換。そうしたら PMX 形式のアキコが出来上がるわけだ。 VRM を PMX にしてどうするの？ PMX 形式なら読み込めるフリーのアニメーション制作ソフトがあるんだ。だから PMX 形式にする必要があった。そのフリーソフトがこれだ。ミクミクダンスこと MMD だ。MMD、 振り込めない詐欺で有名な。そうだ、これのおかげでアキコを動かせるようになったんだ。ありがとう、ミクちゃん。感謝する相手を間違えているぞ。 MMD を作ったのは樋口優さんという方です。映像の初音ミクは兄まさしきミクです。MMD にも種類があり、イエローオーラが使ってるのはダイレクト XQ バージョンです。 MMD はデフォルトで初音ミクやカイトにアキタネル等が使えるから MMD だけでも十分楽しめる。平成時代に作られた様々なツールのおかげで令和時代に突入した今、私は自由に動けるようになったんだね。そうだな。それでは次回をお楽しみに。アキコじゃんけんタイム。じゃんけんポン。また見てね。